そしてドラドラの手で、まあダブトンでもつなるかなと言ったら、ペッ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 といって、アンチーマン引き、ウーピー引き、これですね、このテンパイ。さあ皆さん、リーチか闇点かどっちでしょう今4万3300点持ち。リーチ王は闇点。で、ハミチャロツ松スさんがチュンポンして、 嘘切ってんすけど、このスーピンアカウピンは両目落としね。ちょっと尋常じゃないことを起きてるという。これ、一応ピンフドラドは高めいいペイコなんですよ。で、馬強はいいっちゃいいけど悪いっちゃ悪い。で、神茶はスーピンアカウピンと尋常じゃない落としをしてる人をね。これがね、結構割れると思うんですが、堀さんはこういうのをめちゃくちゃ闇手にするんですよね。もう、ポロリでいいじゃんっていう。 リーチして脇に止められて、この神んと一騎打ちになるぐらいで今、ポロリでいいじゃんと。スーピン5%は64でもいいよいいよという、この結構大人の闇天堀さん実はね、こなしていくんですよね。まあまあ、神茶のね、現物だし、スーチーピンと。そしたら、この曲で見事でしたね。松尾さんがスーピン引いてきて、はい、仕掛けの現物ですね、とスーピン紡ぎって、堀さんの5800が炸裂しないより、 勝田さんスーピン飛ばってなぜですかこれはですね、まあ加藤さんからしたらこうなんですよ。まあ、はっきり言うと、もうしょうもない手。もうしょうもないにも程がある手で、このスーピンが脇の二人の闇手にロンって言われて、自分は、あれですよ。許されますかって言われたら、許されないじゃないですか。これ、勝田さんこの曲、折り気味で打ってたわけですよ。ペって。折り気味で打ってる人がこのスーピンをノーケアで切るのは、ダメなんですね。 なぜならこれスーピン切ったところでどうせ上がれないですか、自分。なのに、こんなスーピン切って脇のもうそろそろ闇点入ってておかしくない時間帯に切るのは、折り気味にやってた意味がないので。でこれも以前、久津選手のやあったと思うんですけど、今何切りますかって言われて、スーピン切って放獣したら下手だから9番切るっていうのは分かると思うんですよ、理屈で。こんなスーピン打って打ったら馬鹿らしいじゃないですか。でも、打ってる最中にスーピン止めるのが難しいっていう。 言われたらそうだけど、これを実践でできるかできないかはだいぶ差が出ますね。強い人はね、こういうのは打たないんですよ。そう、だってこれもうしぼちゃに対して、チーソー層急走がそもそも絶対切れないし、何も1枚切れない。何チーソー層急走が切れない時点で、この手はもう終わってるんですよ。終わってる手で、このスーピンは仕掛けには通るけど、他の2人が闇点入ってるかどうかわからないと。で、多分、折り切れそうなんですよ。もう順備的に。少なくともスーピンより通りそうな範は全部切れるんですよ。 親に対してはこれ q 1 q 1リャンピン、ンピンと切れるからもう40をしのげると。そう考えたらもうこっから親に危険配切るには全くないんで、だから今はリャンピンを先に切るかも q 1合わせるかの2択ぐらいに思えるのがいいですね。これはもう、今回も、これ数ピンが上がりだからこの止めはすごいってなってるんですけど、これ勝つ選手は、 こういうのよくやってるんですよ。当たりじゃない時も全然。全然当たりじゃない時もこんなとこから打つのは馬鹿らしいって言って、毎回毎回しっかり降りてるから、このスーピン止めも、カズ選手からしたら当たり前と。いつものルーティーン。あ、そろそろもうアンパイだれてきたからしっかり降りようとなってるから、これ今ね、当たってるからすげえ止めだってなってるんですけど、実は普段から毎回しっかり止めてるから、カズ選手はしょうもない法事は全然しないということですね。 これはね、もう死んでるんですよ、手が。だからこれ、仮に、2ピンじゃなくて、例えば、ローワンまあ、ローワンはちょっと変だけど、まあ、ローワンとかウーワンでもなんでもいいや。とにかく、ウーワンとかでピタって降りても、その時は、止めたウーワンが別に誰にも当たり牌じゃないから騒がれないわけですよ。そう、ビタ飛びしたわけだから、てから変な牌切らなかったってこと。ウーワンとかを止めてても、その時は絶妙な、 ああ降りてんなって思うだけだけど当たり牌を止めてるからおおみたいな、うん、感じになるわけですねそう堀さんに危ないか分かってるかどうかで打つ価値自体がないとそういうことでこの順目に当たり得る無筋をペンって切るのがバカらしいっていことなんで自分は上がれないのに無筋切るのっていう話で Q1 を消費したくない人はリャンピン切った方がいいですね勝雄さんはこれリャンピンが紙茶に当たるとすらもうバカらしいって思ってるから多分 Q1 切ったんだと思います トーンはね、これダメなんですよね。トンタンキ、なさそうだけど、1ミリだけあり得るんで、今、トンタンキ入ったらバカらしいじゃないですか。だからトンは切んない方がいいですね、僕は。下茶に聞け、下茶が今とにかく一番目立ってるんで、その下茶に通ってない範囲切るのはおすすめできないですね。音質でトンタンキは、まあ、あり得るじゃないですか。大体ないけど、大体ないけどあり得るんで、そこに打つのはちょっとバカらしいかな、今。曲がれない手なんでね、これは。 そして、堀さんがタービン出てきたのもまあ関係あると思いますけども次の手出しでそろそろやめるかって思ってた時に手出しが入ったっていうことだと思いますね。はい、そして堀さんはこれでまあまあ数チピン出してくれよ今のうちにとやったけど見事止められたんですがものとずつぶつチーピン積もりリーチしてたら6000オールだったヤンけーと思いながらも十分な上がりですよね。